はい、おはようございます。おはようございます。イエスのもたらした変革シリーズ71回目、終末の予言というタイトルでお話をしますが、ある鶏小屋で飼育員が毎日餌を決まった時間に同じ量だけを与えていた。飼育員は非常に几帳面な性格だったらしく、何年間も正確に同じことをしていた。さて、小屋の中の鶏たちはなぜ毎日同じ時間に同じ量の餌が放り込まれるのか、その原理や仕組みを全く想像しようもなかった。がとにかく毎日決まった時間に同じことが起きるのだ。いつしか鶏たちはそれが確実に起きることだと認識し、物理法則として理論化し始めた。そしてその確実な理論から関連する法則を次々と導き出して行き、重さや時間の単位も餌の分配についての経済や政治の理論も全て毎日放り込まれる餌を基準にして行われた。しかし、そんなある日、ひねくれ者の鶏がこう言った。でもそんなの明日も同じことが起きるとは限らないんじゃないの。そんなことを言う鶏は他の鶏たちから袋叩きに遭う。バーカバーカ何言ってんだ。そんな顔じゃない、これ。バーカ何言ってんだ。いいか、この現象はな、この世界ができてからずっと続いてるんだよ。何十代も前のじいさんが書いた歴史書を読んでみろよ。それからな、この現象を元にして書かれた理論、学術論文をちゃんと読んでみろよ。ちゃんと矛盾なく成り立っているだろう。それに実験による確認だってちゃんとされているんだろう。それを何の根拠もなく疑うなんてな、そういう無知から疑似科学やオカルトが始まるんだ。お前はもっと勉強した方がいいぞ。しかしある日、不況の煽りを受け長年働いた飼育員がリストラとなり、鶏への餌やりはズボラなアルバイトの役目となった。次の日、鶏たちが何十代もかけて構築した科学のすべては吹っ飛んだ。これは、ある人のブログで引用されていた不可知論を表現するための偶話です。不可知論というのは不可能の不可に知ると書いて不可知論ですね。これは神とか死後の世界とかそういった目に見えない世界の真実というものは人間がいくら考えてもわからないんだよという、そういう立場ですね。不可知論って言います。知ることができない立場、不可知論ですね。で、この偶話の非常にいいポイントは何かというと、人間の学問とか科学で認識できることっていうのはそれが世界の全てなんてことは絶対に言い切れないということ。そして外の世界の何者かの意思によってある日突然いとも簡単に世界の秩序は壊されうるということです。で、人間はそんなことあるわけないじゃんというね、そういう傲慢な姿、まあ、それが鶏の言葉で表現されているわけですけれども、まあ、事実世間の多くの人はですね、この世界の物理法則っていうのははるか昔から同じで未来永劫続くんだという、そういう意識でほとんどの人が生活している。でもそうじゃないかもよっていうことですよね。で、聖書はまさにそういうことがある日突然起こるよと、つまりこの世界の物理法則をぶち破って創造主が介入し世界の秩序を作り直す時が突然来ますよと言っているわけですね。不可知論者との立場の違いは何かというと、その出来事は不可知ではないという点が違うところです。むしろ明確にその時何が起こるかが知らされている。人間は知ることができている。知らされていないのはいつ起こるかという具体的な年月日だけです。それはある日突然起こるので、いつ起こってもいいような態度で毎日を送りなさいと聖書は語っているわけですよね。ということで今日は、こういう話をします。
健全な切迫感が人生の無駄を削ぎ落とす。これが結論ですね。話の結論です。最後ね、ちょっとその話また出てきます、はい、断捨離の話が最後ちょっとまた出てきますからね、あの先読みしないでほしいんですよね。健全なという言葉がね、一つのポイントですね。もう世界が終わるんだから、もう仕事なんてやめてしまわなきゃとか、そわそわして落ち着かない生活を送るというような、そういうことではないんだよ、ちゃんと地に足のついた生活をしなさいよと聖書は言っているんです。それが健全なという言葉の意味ですね。だけど一方で、まあ、同時にこの世に執着して漫然と日々を送るのではなくて、キリストが来る日を待つという姿勢を保っていきなさい。そうするときに一体何が変わるんだろうかということを最後に考えていきたいんですね。はい、ということで今日はマタイによる福音書の24章を扱っていきますけれども、はい、文脈は、これはですね、イエス様の交渉外の最後の1週間を、今取り扱ってます。長く長くこの1週間が続いています。数日後にイエス様はもう十字架にかかるという、そういうところで、舞台はエルサレム、特に神殿を中心にして話が進んできています。イエス様は律法学者やパリサイ人、あるいはサドカイ人といった人々、いろいろな人たちからこの数日いろんな挑戦を受けていましたけれども、それをすべて跳ね返して、逆にパリサイ人の偽善を糾弾するというね、そういうシーンがありました。そして彼らが気づいていない、メシアの神性、メシアが神であるということ、ダビデの子以上の存在なんだよという話をイエス様はされました。そしてその一方で、貧しいヤモメがレプタどうか2つを神殿で捧げる姿を見て、感動されたというね、そういう話が前回の話でした。はい、ということで、今日はその神殿の出来事の次で、24章の1節から入っていきますが、まあ、24章っていうのはイエス様が終末の予言をするんですけども、まあ、非常にボリュームが大きくて、まあ、このシリーズの中ではそれを全部事細かに解説するということはしません。1節から14節まではあの全部今日見て、でそれ以降はあのポイントだけざっくりとね、あの抜粋して解説するという形で、この終末の姿勢を考えたいと思います。はい、じゃあ24章の1節、イエスが宮を出て行かれる時、弟子たちが近寄ってきて、イエスに宮の建物を指し示したと書いてます。宮というのは神殿ですよね。でこの並行箇所マルコの福音書では、ここで弟子たちがイエス様これなんてすごい建物でしょうと言ったというセリフが記録されているんですね。で彼らが指し示しているのは、いわゆる第二神殿です。これは紀元前500年頃に建てられたものですね。第一神殿はさらに前にソロモンによって建てられて、バビロン捕囚で壊されました。バビロン捕囚から帰ってきた時にユダヤ人が第二神殿を建てました。で、紀元前20年、ね、イエス様よりちょっと前にヘロデ大王がこの神殿の拡張工事を始めます。それがもうすごく財を尽くした豪華絢爛な建物になっていて、この時まだこの建築が進んでいる、まあ、最終的にこれ完成するのが紀元64年です、ね、でもこの弟子たちが見て、いやーすごい建物になってきましたねこれという、そういう感想を言ってるわけですよね。でここでイエス様と弟子たちとの間にもう非常にこの意識の差があるわけですよね。たった今イエス様はパリサイ人たちの偽善を指摘したばかりなんです。それはすなわち見かけだけ立派だね、でも中身がないねっていう話をしたばかりなんだけど、実はこれは神殿についても言えることで、あのソロモンが第一神殿を建設した時にそこに神の栄光が宿ったっていうね記述がありますよね、旧約聖書に。第二神殿には神の栄光、
まあ、専門用語で社会なグローリーって言いますけど、それは宿っていない。この一節でイエスが宮を出て行かれる時っていう言葉が今回私読んでてすごく象徴的な感じに感じたんですよね。なぜかというとイエスこそ神の栄光そのものなんでね、イエスこそ究極の社会なグローリーなんです。その方が神殿を出て行った後はもはやそれはただの豪華な建物でしかなくなるということなんだね。でそれを見て弟子たちは大はしゃぎしているという。で、それに対してイエス様が2節こんなふうに答えていきます。そこでイエスは彼らに答えて言われた。このすべてのものに目を見張っているのでしょう。誠にあなた方に告げます、ここでは石が崩されずに積まれたまま残ることは決してありません。イエス様に言わせるとこの神殿は時期にぶっ壊されますと、それも完膚なきまでに徹底的にぶっ壊されますと、それが実現するのがこの場面から約40年後の AD70 年のローマ軍の侵攻ですね。その時に神殿も壊されて炎上した神殿で溶けた金が石垣の割れ目に流れ込んで、でそこに来たローマ兵たちはその金を採取するために積まれた石を一個一個崩していったという記録があるそうです。つまりイエス様が言われた石が崩されずに積まれたまま残ることはありませんという言葉が文字通り40年後に実現します。で、イエス様が神殿壊れるぞって言った時にこの言葉多分弟子たちにとっては衝撃の一言ですね。というのは彼らの意識としてはこれからメシアであるイエス様がローマ帝国をやっつけてエルサレムを中心にして世界を統治するんでしょう、もうすぐにそれ起こるんでしょうっていう、そういう意識でイエス様についていってる。なんで神殿が壊れなきゃいけないのっていう、そういう感じだったでしょうねきっとね。で3節読むと、その反応が出てくるわけですね。イエスがオリーブ山で座っておられると弟子たちが密かに身元に来ていた。お話しください、いつそのようなことが起こるのでしょうか、あなたの来られる時や世の終わりにはどんな前兆があるのでしょうと聞いてきた。で、この言葉から弟子たちは神殿の崩壊と世の終わりというものを結びつけて考えてますね。で、この当時のまあユダヤ人の感覚では理解では世の終わりというのはこの世界が消滅するということではなくて人間が統治する今の世界のシステムからメシアが統治する新しい世界への移行のことを、世の終わりと言ってるわけですね。でさらに彼らはそれがあなたの来られる時でしょという感じで言うんだけど、あなたの来られる時って彼らが言った時に今は現代のクリスチャンが聖書を全部よく知ってるクリスチャンがイエス様が再臨される時のことをイメージしているのとは違うイメージなんだね彼らは。なぜかというとさっきも言ったようにすぐなんか要するに彼らはメシアが二度来るというねそういう認識がない。だから今ここにいるイエス様がもうすぐ統治するんでしょっていう、だからきっとこれからローマ帝国をやっつけてでここに凱旋して戻ってくるのはいつですかっていう感じのね質問なんじゃないこれ、ね、多分そんなすごいもっと先じゃなくてローマ帝国やっつけるのにあとどれぐらいかかるぐらいのでそのどさくさその混乱で神殿って壊れちゃうんですかねっていうそんなイメージなんじゃないのかなと思うんですよね。で、イエス様はこの後で神殿の崩壊の話もするんですけど、神殿についてはねこれあんまりマタイの福音書には出てこないんです。ルカの福音書の方にそのことが出てくるんですね。で、その話は一旦イエス様を置いてまず世の終わりの話を先にしていかれます、ね。で世の終わりの話をするんだけどその話も順番があってまず世の終わりとは直接関係のない現象についてまず話をされます。それが4節から。
そこでイエスは彼らに答えて言われた。人に惑わされないように気をつけなさい。私の名を名乗る者が大勢現れ、私こそキリストだと言って多くの人を惑わすでしょう。また戦争のことや戦争の噂を聞くでしょうが、気をつけて慌てないようにしなさい。これらは必ず起こることです。しかし終わりが来たのではありません。私たちが採用している解釈では、ここの部分は、あ、ごめんなさいね、はい、はい、そうね、はい、4節5節6節読みました。私たちが採用している解釈では、ここの部分はイエス様はこれはまだ世の終わりじゃないからねという話をまずしている。すなわち2つのことを言ってますね。自称キリストが現れますよと。イエス様以降に私はキリストの生まれ変わりだっていう人、これいつの時代もいろんな国から登場してますね。でもそれが起こっても慌てるなって言ってるわけです。もう一つは小規模な戦争、つまり地域紛争、これもいろんなとこでいつの時代もあるからね、だからすぐに大騒ぎしなくていいからねということをまず言っている。これらは特別にこの世の終わりの前兆ではないという。で、そうではなくて次に言うことが前兆なんですよっていう流れで7節が来ると。民族は民族に、国は国に敵対して立ち上がり、方々に飢饉と地震が起こりますってね。これが世の終わりの、あ、すいません、8節も読もうか。しかしそのようなことは皆生みの苦しみの始めなのです。これが生みの苦しみですよと。一番最初、まあ、生みの苦しみっていうのは世の終わりに近づくにつれて、ちょうど女性が出産するときにどんどんこの腹痛がね、陣痛がどんどんこう頻度が増していくように、もう終わりにした行くに従ってすごいどんどんこう逼迫してくるけど、その期間のその最初の部分がこの7節ですよって言ってるわけ。民族は民族に、国は国に敵対してって言ってるのは、これはヘブル的な表現で、まあ、ラビ用語だそうですけど、世界大の戦争を指しているそうです。はい、それは起こりましたでしょうか ね。第一次大戦と第二次大戦、世界規模の戦争起こりました。で、飢饉と地震が頻繁に起こります。あちこちで起こります、ね、今皆さん気候の変動で各地で農作物の不作が報告されているってご存知でしょうかね。二酸化炭素を排出するのは先進国とか新興国でも、とばっちりを受けるのは農業従事者が多い開発途上国で、そういった国で気候が不順でね、人々が飢えたりしてるんですね。全世界の人口で飢餓人口はまだ8億人います。世界中に十分な量の食料があるのに飢餓人口がまだ多いというね。で、異常気象とか、そして、人口増大もこれからねあるわけですから、これからのこの食料需給というのは非常に大きな課題になってるんですね、実はね。で、地震も今手元にデータないですけど、大きな地震が近年増えているというレポートもあるそうです。なので、ここでイエス様が言っている前兆ですよって言っている、まあ、その様相を今の世界が非常に呈しているってね、その様相を呈している世の中に私たちは生きている。そしてここには出てないんだけれども、この言葉にはないんだけれども、もう一つ世の終わりのこの最終段階の前兆として聖書から読み取れるのは、イスラエル国家の誕生ですね、はい、1900年国がなかったこのユダヤ人たちが国を作る、これが1948年に実現しました。こういったことが最終ステージに入るその前兆としてありますよと聖書から読み取れるわけですよね。私たちはもうそういう時代に生きているということを知らなければいけません。で、ここでじゃあ次に起こることは何なのっていう話をちょっと図解していきますけども、次に起こるのは景況なんですけど、それをね、まあ、ちょっと1年ぐらい前もこのスライド使ったんだけど、はい、これ時系列で左から右に進んでると思ってください。今この現在に来ていて、いろんな前兆が起きてますよと。はい、まず景況があります。景況とは何ぞや、はい、
敬虚とは、この世界で生きているキリストを信じて真に救われている信者、まあ教会、普遍的教会と言いますけど、真に救われている信徒がある日突然空中に引き上げられるという、そういう出来事、これを敬虚と言います。聖書の中で明確に予言されていますね。あの、そんなことはあるわけないじゃんと言ってはいけないんだね。冒頭の鶏のように、この世界の今までの秩序とは全く違うことがある日突然起こるよっていう話なんですね。でそれがあった時に、まあ、その敬虚というのは空中再臨というふうにも言われますね。空中で主と会うのですと書いてある。でその後で、あの、7年間の患難時代、世が始まってからこんな大変な時代はなかったというような、そういう大変な時代が訪れます。戦争とか、あの、ね、いろんな災害とか飢饉とかがもう多発するというね、そういう偉い時代に入っていきますね。でこれは聖書では7年間続きますよと。で厳密にはね、この敬虚がそのスタートじゃないんだよね、これね。あの、反キリストというある悪魔的な人物がイスラエルと平和条約を結ぶという出来事が観難時代の始まりなんですね。だ敬虚との間に時間的差異があるかもしれない、まあ、そんなにないと思いますけど、ないというふうに考えられてますけどね。でも、観難時代のスタートはそこからですと。で観難時代は、3年半と3年半2つに分けることができる。後半がさらにこの大変さが激化していくというね、そういう時代です。はい、でこの7年が終わったところでキリストが再臨、これは地上再臨と言いますね。地上再臨です。でそこから、キリストが治めるメシア的王国、地上でキリストが治める、王国が設立されます。聖書によればこれは1000年間ですね。はい、そしてその後に新天神地、これ全く違う、あの、完全に新しい世界が、来ますよと。永遠の秩序と言いますけどね、まあ、新天神地と言ってもいいでしょう。はい、という流れなんですね、世の終わりの出来事というのはね。で、はい、でこのですね、先ほど24章の8節まで読みましたけど、あの9節から14節は、はい、その観難時代に入ってからの出来事が出てくるわけですね。この図を見ながらね、イメージしてほしいんですけど、観難時代の話なんです。すみません、ここね大観難って書いてるけど、多分ね大ってつくのはこの後半の3年が大ってつくんだね、まあ、細かいですけど、多分ね、専門的、まあ、細かいことですけど。9節、その時人々はあなた方を苦しい目に遭わせ殺します。また私の名のためにあなた方は全ての国の人々に憎まれます。またその時は人々が大勢つまずき、互いに裏切り憎み合います。また偽預言者が多く起こって多くの人々を惑わします。不法がはびこるので多くの人たちの愛は冷たくなります。しかし最後まで耐え忍ぶ者は救われます。この御国の福音は全世界に述べ伝えられて、すべての国民に明かしされ、それから終わりの日が来ます。ね。で、この記述が、解釈によってはね、多分ね、敬虚の前の敬虚が起こる前兆だと解釈する向きも多分あるんですよね。けど、私たちはそうではなくて、観難時代に入ってからのことだという解釈を採用しています。その理由は、あの、私の名のためにあなた方は全ての国の人に憎まれますって、少なくとも今現在クリスチャンって別に全ての国の人に憎まれてないですよね。だからこのもう徹底的にクリスチャンに対する迫害が、あの、最高潮に達するっていうのは、これ観難時代の特徴だと思いますね。だからもうここでイエス様はその時代の話に入っていると思われますね。でこの時代はもう大混乱の時代なので、人々の倫理観というのは麻痺するし、
保身とか私利私欲のためなら他人などどうでもいいというような、そういう空気が世界を包むんじゃないかと思われます。そして偽預言者が起こると言っているのは、もうこれは神様はこう言ってるんだっていうようなね、そういう人がいっぱい出てくるわけですけど、その前に軽挙が起こってるからね、世の中からものすごくたくさんの人が忽然と姿を消すっていう出来事に対して、多分いろんな宗教がいろんな解釈を発表すると思うんだよね。こういうことが起こったんだって。で、そういう世の中にあふれてるいろんな解釈の中で聖書の解釈が埋もれてしまうと思います。けれども聖書に気づく人もたくさんいて、本当にこれは聖書が言ってることが起こったんだと気づいた人は患難時代に救われていくということです。ね、救われるんですね。多くの人が救われるんです、患難時代に。患難時代の初めは、軽挙の時にはこの世界から一旦教会は消えますけど、多くの人がキリストを信じるようになると。これが患難時代で、大患難時代に世界宣教がね、全世界に述べ伝えられる世界宣教が完成します。具体的には黙示録7章に14万4000人のユダヤ人っていうのが出てくるんですけど、この人たちが大活躍するっていうふうに思われてますね。ちょっとそこまで詳しく言うと、もうちょっともう本当に込み入った話になってくるので、今日はさらっとね。で、ね、もうこの後イエス様はさらにいろんな話をしていくんだけど、ちょっとね、御言葉を全部読んでいくことはせずに、15節と16節、反キリストの話が出てきますね。この時代に現れる悪魔的な人物ですね。悪魔が受肉した人物じゃないかというふうにも言われたりしてますね。で、この人物に関することはまたちょっと機会があればという、すいませんね、ちょっと端折ります。週末の学びってね、こうある程度集中してやんないと逆にすごい混乱してくるかもしれないので、このシリーズの中ではざっくりと、扱っていきたいと思います。で、30節に行くと、ね、24章30節に行くと地上再臨のことをイエス様ね言われますね。ちょっとだけ読もうか、これね。その時人の子の印が天に現れます。すると地上のあらゆる種族は悲しみながら、人の子が大能と輝かしい栄光を帯びて天の雲に乗ってくるのを見るのです。一度目にイエス様が来た時にはひっそりとこの世に生まれましたが、二度目には栄光の輝きを伴い誰も疑えないような形で来ますからね、というそういうことですね。はい。で、さらにその後もうちょっと先進むと、ちょっとこれ40節から抜粋してますけど、軽挙の話をねイエス様されるんですね。ちょっと時間が遡るんです。軽挙の話です。これもちょっとねさっと言いましょうか。その時畑に2人いると、1人は取られ1人は残されます。2人の女が嘘を引いていると、1人は取られ1人は残されます。だから目を覚ましていなさい。あなた方は自分の主がいつ来られるか知らないからです。しかしこのことは知っておきなさい。家の主人は泥棒が夜の何時に来ると、知っていたら目を見張っていたでしょうし、またおめおめと自分の家に押し入られはしなかったでしょう。だからあなた方も用心していなさい。なぜなら人の子は思いがけない時に来るのですから。ね。同じ生活環境にいる2人の人のうち片方だけが忽然と姿を消すというようなことが起こりますという話ですね。鶏が世の初めから何も変わってない、これからもそうでしょうと思っているわけですけど、彼らの把握している物理法則はある日突然に破られて全てが変わる時が来るよ。世界はそれを知らないけれども、イエスの言葉に真剣に耳を傾ける者はそれが起こることを前もって知っているということです。ということで、このメッセージの後半に入っていきますけど、ね、じゃあね、それを知っている私たちはどのような態度で、今を生きればいいのかという話をしていきます。で、第一ペテロの4章の7節に万物の終わりが近づきました
という言葉があって、そこから3つのことが書かれていますので、その3つをベースにして3つのことを語りたいと思います、はい、まず1つ目、ね、終末時代に生きる我々は祈るですね。祈る、先ほど言った第1ペテロの 4-7、 万物の終わりが近づきました。ですから祈りのために心を整え身を慎みなさいですね。心を整え身を慎みなさいってどういう意味ですかね、これ。聖書の現代訳という訳だと、まあ、すごくシンプルに書いてあって、このところが自制していつも いつも祈っていなさいって言葉になってるね。自制して。で、英語のね NIV 訳ってやつだと、あの Be alert and of sober mind っていう言葉なんですけど、アラートっていうのは、まあ、こう注意を払っていなさいっていう言葉で、ソーバーマインドっていうのは要するにマインドをソーバーにしなさい。ソーバーっていうのはシラフっていう意味とか、地味なとかそういう意味がある言葉。ね、そうそう、だから祈りに時間を割くって地味でしょ言っちゃえばね、地味でしばしば退屈で、しかもなんか即効性がないっていうかね、あの祈ってすぐパッとなんか変わりましたっていうこともあるけど、でもそんなにないっていうか、なので地味で退屈で即効性がないので、派手で刺激が強くて即効性のあるいろいろなことに負けるんですね、私たちの意識が。手っ取り早く楽しい気持ちになれること、テレビでお笑い見たり映画見たりとかそれも別に罪じゃない、いいですよとってもね。だけど、あの主は今にも来るぞというこの聖書を読むと、私たちのこの毎日の生活のこのトーンとだいぶこう温度差があることに気づく。温度差があることに気づいたら、一旦テレビとかスマホとかパソコンとかをパタッと置いて、一人で部屋にこもって、私は主にお出会いする準備ができているだろうか、 Am I ready? ってね、私は準備ができているだろうか、主よ私は今どうでしょう、準備ができていますでしょうかって聞いてみたらいかがでしょうかね。そして御国を来たらせたまえと、まあ、私たち毎週のように主の祈りを唱えてますけど、御国を来たらせたまえって祈ってるでしょ。あれ御国って何ですかね。御国っていうのはメシア的王国のことです。もちろん今のこの私たちの生活に神様の支配がありますようにという意味にとってもいいんですけど、間違いじゃないんですけど、直接的にはメシア的王国が来ますようになるね。で、あの私たちが御国に行けますようにじゃないんだよ、御国が来ますようになの、来るんだ御国がこの地上に。でね、あの先週のメッセージでこの絵を見せたんですけどね、先週この話ちょっとしたんですけど、信仰は春日井ですって言って、あの春日井っていうのは貝じゃないよって話をしたんですけど、目に見える世界と目に見えない世界をつなぐこの金具、これ春日井、これが信仰ですよ、信仰とはこういうツールなんだよって話したんですけどね。皆さん、景挙とかメシア的王国っていうのは、これは文字通り目に見える私たちの世界と、そして目に見えない世界が現実に世界レベルでドッキングするような出来事なんです。で、それが起こりますようにと祈るわけですけど、それが実際に起こる前にすでに私たちのマインドの中でこのドッキングが現実となっているかどうかなんです。そのためにドッキングさせるために御国が来ますようにと祈る必要があるんじゃないでしょうか。はい、うんって言ってくれてありがとうございます2人ぐらいの人がはい、はい、次2つ目、愛を熱く保ってくださいね、熱くだよ。何よりもまず互いに熱心に愛し合いなさい、愛は多くの罪を負うからです。つぶやかないで互いに親切にもてなし合いなさい。これさっきのイエス、あのペテロの万物の終わりが近づきましたというその流れでこの言葉が出てくるんだよね、熱心に愛を保てと、
皆さん、これから大変なことが起ころうとしている時って、まあ、これから大変なことが起ころうとしているというそういう切迫感があると、人生で何が本当に大切かということに対して目を開かせてくれると思います。皆さんがもし戦時中に生きていて、これから空襲だ、空襲警報が鳴ったっていう時に、味噌汁の味のことで夫婦喧嘩しないと思いますね。多分普段喧嘩ばかりでも、気球の時には結束が固まるのではないですか。私もね、戦争ものの小説とか時々読むんですけどね、そういう小説にはだいたい若者が戦地に行ってさ、すごく過酷な環境の中で国に残した自分の奥さんとか子供とか、あるいは親とかを思ってね、こう手紙を書くシーンとかね、よく出てくるんですよね。で、つくかどうかもわからないその手紙を書きながら家族を恋しく思う。で、国にいた時は貧しくて平凡な毎日だったけど、なんで幸せだったんだろうっていうふうに、まあ、そういうふうに思いながらこうね、戦地で過ごすっていう、そんな場面をこう読むとさ、自分の今の生活と照らし合わせて、今の自分の生活全然派手でも何でもないけど幸せだなってこう思ったりするんだよね、結構ね。で、そんな時こう小説を読む手を一旦止めて、こう隣の部屋でのキッチンで夕食の準備してる妻のところにおもむろに近寄ってさ、肩に手を置いて「いつもありがとう」ってこう言ったりする。で、娘にも「さあパパ今時間があるから遊ぼう」っつって、要するに男性はね、戦争ものを時々読んだ方がいい。家族に優しくなれる、本当に。半年に1回は読んだ方がいいですよ。でね、戦いの中とか気球の時とかって、ちっぽけなことはちっぽけなんだなって分かるんだね。何が大切かを実感させてくれる、愛する人を大切にすることこそが人生で重要なんだっていうことに気づくんですよね。世の終わりが近い今、霊的な戦いというのは激化していると思いますね。悪魔が終わりが近いのを知って暴れていると思います。平時ではないのだという意識って重要だと思いますね。で、聖書では特にクリスチャン同士で結束が固いことが重要ですよと言っているわけですけど、私たちはつまんないことで裁き合う、そんなことをしている場合じゃないぞと。イエス様に言わせると、悪魔の組織は仲間割れしないんだそうです、ね、そう言ったでしょ。悪の国が仲間割れしていたら、その国はどうやって立ち受けるでしょうって言ったでしょ、イエス様ね。悪魔は結束が固いんだ。悪の組織は結束が固い。クリスチャンの組織は裁き合いや仲間割ればっかり。敵に笑われてます。私たちは笑わせてはいけないのですね。はい、ということで3つ目、賜物を管理する、ね、これもさっきの万物の終わりの話の流れで出てきている言葉ですね、ペテロの第1ペテロ 4-10、 それぞれが賜物を受けているのですから、神のさまざまな恵みの良い管理者として、その賜物を用いて互いに使え合いなさい。賜物、私たちは神様からいろんなものを受けてるでしょう。それを生かせ、それをちゃんと管理せよって言ってるんですけど、まあ、今日扱っているイエス様のこの週末の予言マタイの24章ですけど、その次の章の25章には有名なタラントの例えっていうのが出てきますね。まあ、今日ちょっと長くなるのでそこ開きませんけど、皆さんまあよくご存知なのかと思います。イエス様が再臨の話の流れでその例えを語ってるんですね。あるところに主人がいて、旅に出ている間に3人のしもべにお金を託しましたと。1人は5タラント、1人は2タラント、1人は1タラント。で、イエス様、まあ、主人が帰ってきた時に、5タラント預けられた人は商売をして5タラント稼ぎました。2タラントの人も2タラント稼ぎました。主人はよくやった、良い忠実なしもべだと、褒め言葉を与えた。1タラントのものは土に埋めていましたと報告して、
悪い怠け者のしもべだと言われてしまったという話ですよね。でこれはちなみに1タラントって現代のお金にすると6000万円ぐらいなんですけど、全然一番少ない人でもそれぐらい与えられてるっていうね。だからどれぐらい私たちにいろんなものが与えられてるか、ね、自分持ってないなって思う人もそう思わない方がいい。もうどれだけ神様の栄光を表すためにいろんなものを持ってるかってね、自覚した方がいい。でこの例え話はもちろんイエス様が不在にしている間、私たちに与えられた賜物を何に使ったかということが、この主がお戻りになった時にそれが問われますからね、聞かれますからね、主人にって言われてるわけですよ。で、賜物っていうと、まあ狭い意味では才能とか能力というふうに、言われることが多いですけども、そういうふうに限定する必要がない。むしろ私たちに与えられている全てのもの、才能も能力も時間もエネルギーも富も権力も影響力も要望も健康な体も、何もかも私たちが与えられてるなと思うものは全てタラントです。どうでも良いことのためにそれを浪費してしまったのか、それとも主人のために全力で活用したのか聞かれますということなんですね。でこの話のポイントは、与えられてるものは私たちの所有物じゃなくて管理している、管理を任された主人からの借り物であるという視点なんですね。すぐに私たちは私のものだから好きにしていいんでしょという感覚になるんです。これはそうじゃない。与えられているものは借り物だ、主人のものだ、だから主人のためにそれを使いなさいということですね。それをした時に本当にあなたの所有物が与えられるよ。それはどこでかというと、メシア的王国で報奨があるよという、そういうことになってるわけですね。主が来られる時が近いという意識は、無駄をそぎ落として本当に意味のあることに資源を投資しようという行動に私たちを導くと思います。無駄をそぎ落とすとは断捨離ですということで、で2回ぐらい前のメッセージで我が家で断捨離が流行っているっていうねことを言いましたけど、ちょっとその続きの話があるのでね、その話を最後にして、最後にしてこのメッセージを終わりたいと思いますけど、まあ、うちで断捨離が流行っているって言いました、何回か前にね。で1回数時間ぐらいかけてちょっと頑張って作業したきり、実はその後なかなか進んでなくて、断捨離が、まあ、ちょこちょこやったりはしてるんだけど、まあ、こう忙しいからなって、忙しさにかまけてなかなかその先が進まないっていうね状態で、ずっとこう1ヶ月以上ぐらいね経ってたんだよね。でなんでそもそも断捨離したいかというと、まあ、いろんな動機あるんだけど、その動機の一つはソファーが欲しいっていう、このうちにソファー なかったんです、ずっとね。で私腰痛なんで、こうさっと横になれる場所がすごく欲しいんです。で今まで床に直接寝てたんだけど、辛い時はね、床に直接寝るってやっぱちょっとなかなか落ち着かないし、冬は寒かったりするし、お客さん来てるとちょっとこうみっともなかったりとかして、なのでソファーがあればね、もう本当にさっと横になれて、生活がすごく楽になるなって、もう長年の夢。ところが我が家は小さい、なのでソファーみたいなでかいものを入れると、こう部屋が、家が快適になるどころか、もうものすごい閉塞感のある空間になりそうで、もうそれが実現できないと。なので今回いっぱい物を捨てたらソファーが置けるんじゃないか、スペースができてね、置けるんじゃないかと思って断捨離したいなと思っていたんだけど、なかなか手がつかないという状態だったんですね。ところが、先週、まあ、東京に行った時に IKEA によりまして、手頃な価格ですごく気に入ったソファーがありまして、でよし買おうかって買っちゃったんでねで家にスペースがあるかどうかわからないけど買おうと。でしかもちょっとね、想定より大きめのソファーを買っちゃったんで、気に入っちゃったから安かったんだけどね。でいやーちょっとどうかなと思いながらね、でも組み立て式のやつで、もうそのまま車に乗せてパンパンだったんだけど、ギリギリ入れることができたんで、もうそのまま持って帰ってきちゃったんでね。ところがね、家には入れられない、なので、
アパートの1階のうち5階なんですけど、あのアパートの1階のちょっと仮置きしておけるスペースがあって、そこにそのでっかい箱を一旦ちょっと置いて、あのソファー様ちょっとここでお待ちください、家を片付けてまいりますからって言って、で夫婦で一気に断捨離を断行したんです。2日ぐらいかけて、で娘にもおもちゃをいっぱい捨てさせてでね、もうやればやるほど、まあ、よくもまあこんなに無駄なものが家にあるなと。皆さんやってみてくださいね。ほんとね、もう押し入れの中にとかもういくらでも捨てるものがあって、出るわ出るわ、ね、もう何年も着てない服、何年も手についてないこの本とか、そのうち修理しようと思って放置していたコーヒーメーカーとか、もうなんかいくらでも出るので、大量に捨てて、で大量に捨てるとどうなるかというと、それを収納していたその収納具、ね、いろんなカラーボックスとかそういうのが空になるわけで、そういう収納具も捨てたの。あ、それがね、あのゴミ置き場、まあ、これまだ一部ですけど、あの一部なんですけど、こういうなんかこう変なプラスチックの、ね、引き出しとか塔のカゴとか、もうこういうのが部屋のいろんなところにボンボンボンってあったのを、もうそれごと捨てたの全部。でそうするとね、あの家がすっごくすっきりして、ついにソファーを持って上がって、そして組み立てて、で大きいからね、どこに置こうかなと、そんなに大きいから置けるオプションがないんだよね。でいくつか試して、あ、ここがいいなと思ったのが、これがリビングとキッチンを隔てるような感じで、こう部屋のど真ん中にドーンと置く、それが一番いい感じだということで、それをそこに置いて、それに合わせて他の家具の配置を決めて、そしてカーペットもね古くなってたので捨てて、で買い替えたんだけど、ソファーに合うかなと思われる調和する色のものを買って、で今すごく部屋がいい感じになってるんですね。かつてなく、まあ、ささやかながら心地よい空間を実現できたかなとこう感じてるわけですね。で何が言いたいかというと、皆さん、ソファーを招き入れるために家中の無駄を削ぎ落としたんです。ソファーに合わせて他の家具の配置を決めたんです。ソファーが今私にとってとても重要で必要で、そしてしかも文字通り存在が大きすぎて置く場所のオプションが少ないから、他のものをソファーに合わせたんです。ソファーを中心に置いて他のものをそれに合わせたんですね。わかる？ね、何が言いたいか、イエス様を皆さんの人生に招き入れた時に、イエス様はあなたの人生で最も重要で、そして最も大きいはずの存在でありませんか。でイエス様をソファに例えるなんてって怒らないでくださいね。あの図式が似てるって話だからねイエス様が最も大きいはずの存在で、イエス様を中心にまず据えて他の全てのものをこの方に合わせるべきなのではないですか。この方を中心に据えて他の配置を決める、人生のいろんな要素の配置を決める。ところが私たちがいつもやってしまうことは、イエス様を人生の他のものに合わせさせてるんです。イエス様との交流とか時間とかよりも他のことがまずあって、隙間にイエス様を押し込んでるんです。イエス様のために押し入れのゴミを捨てるんじゃなくて、イエス様を押し入れに押し込んでるんです。自分はダブルベッドで寝るけど、イエス様は押し入れで寝ててねって。ドラえもんじゃあるまいし、ドラえもんって押し入れで寝るんだけどまあいいかそれはね、皆さん何のために与えられた資源を使うのかよく考えて人生の無駄を削ぎ落としてください。で、イエス様を第一にしたいなと思いながら、なかなかそれができないなという状態あると思います。それを断行しようというその動機は何かというと、その動機となるのは何かというと、もうその方が戸口に立っているという意識、その時が差し迫っているという、そういう意識なんです。
なぜ我々が断捨離を断行できたか、ソファーがもう1階に来てるからです。わかる？もうそこにいるからやるしかないっつって、できなかった先延ばしにしていたことをやったんです。イエスはもう戸口に立っているんです。なので何を削ぎ落としてイエス様を第一にすべきか考えるべき時ではないでしょうか、ね、御言葉マタイの24-33、そのようにこれらのことのすべてを見たら、あなた方は人の子が戸口まで近づいていると知りなさい。はい、お祈りします。愛する天のお父さん、ありがとうございます。その時は近いのではないかというその感覚は、私たちの生き方を大幅に変えると思います。けれども私たちはまるで今の生活がいつまでも続くかのようなそういった漫然とこの過ごすこの生活を送っているという、私たちに健全な危機感、健全な切迫感を与えてください。そしてイエス様を中心に据える生き方ができますように、この祈りイエス様の名前によってお祈りします。アーメン。はい、小淵沢オリーブ教会には聖書の言葉を多くの人に届けるためのさまざまなビジョンがあります。あなたもこの働きに参加してみませんか？献金はこちらのアドレスにて受け付けています。口座振込またはインターネット送金サービスに対応しています。